昼間チェック7月17日配信分速報です5秒前43こんにちは時刻は今午後1時24分です7月17日の水曜日天禄天んこもりスタジオからこもさん小森康則でございます え本日はこの後ろ、えー、店頭でですね、笠間さんの全宅ブルーベリースの試飲会を行っております、4時までやっておりますので、よろしければお越しくださいませ。さて、朝刊チェックでお約束をいたしました、週刊文春電子版速報で出ました、はい、実名告発だというところは、 昨日の予告の段階ですでに出ておりましたけれども正午過ぎに配信をされました是非、えー、皆さん「週刊文春」電子版の会員になっていただきますと紙面よりも1日早く見ていただけますそして紙面の方は、まあ、基本明日の発売ということになっております地域によっては1日2日遅れるところもあるようでございますが まあ、海外でご覧の方もいらっしゃると思いますんで、現在始まったばかりで、先ほどまで40億人ほどでしたが、現在、あ、113億人となっておりますね。チャンネル登録と、そしてポチッといいねを押していただきますと、より多くの方に、えー、配信が伝わるということだそうでございます。さあ、注目されておりますので、まあ、今から30分、 もうしますとちょっとこの後の仕事がありますので、えー、あかんのですがあ30分弱お届けをしてまいります。はい、タイマーをかけました。何人ぐらいまでいきますかね。アーカイブでご覧の方、どうぞゆっくりご覧くださいませ。えー、生配信でご覧の方はちょっと巻き戻して見ていただいても結構でございます。「週刊文春」今回の タイトルをでは読み上げましょう見出しはこうなっております「松本人志出廷妨害に新証言」「X 氏が実名告発」「田代弁護士の脅迫をすべて明かす」「被害女性たちが連続反論」 A 子さんを孤立させないはいこれが今日のつい先ほど1時間ほど前に出ました週刊文春電子版の見出しでございます田代弁護士側もちろんその依頼主でありますクライアントは松本ひ志さんなわけですが全面対決ということであります 皆さんご承知のように去年の年末からですね A 子さん B 子さんから始まりまして J 子さんまでさまざまな女性が出てきまして週刊文春側としましては松本人志さんに対して後輩の芸人たちが若い女の子を上納するような仕組みがあるとそういう伝え方をしておりました、えー、もちろん大騒ぎになったわけでありますね で、まあ、それに対する反論もあります。田村健二さんはじめですね、まあ、最初はスピードワゴンの小沢さんでありましたけれども、反論をしたり、反論してたけど、え、結局そこは認めんの飲み会そのものは認めてますしえ、そしてちょめちょめもあったと。ただそれが合意のもとであったのだというふうに、まあ、当初の伝わっていた、我々が受け止めていた感じとは変わってまいりました。松本人志さんは、 テレビの出演をやめました、まあ、自ら裁判に注力をするということで、まあ、時折いいツイートをしたりとかはしておりましたけれどもテレビの表舞台からは収録されていた素材がどんどんなくなっていって出なくなってしまいましたそして3月下旬からでしたかね裁判が始まりました5億5000万円という日本の裁判市場としては非常に高額な損害賠償訴訟 週刊文春そして発行人を訴えたとということでありますしばらく「週刊文春」側からの大きな大砲は飛んでこなかったんですが先週になりまして実は田代弁護士松本人志さん側の代理人を務めておりますがそちらが差し向けた探偵が英子さんを尾行していたと探偵の尾行を 週刊文春の記者が尾行をしたとでまあ,あ言ってもクライアントのことですから取材源の秘匿ではありませんが田代さんから頼まれましてんとは探偵は言いませんけれど、まあ、それを匂わすようなことがあってで一方田代弁護士側はあその件については認めた上で、まあ、それは英子さんが誰だかわからないんだから正当な行為であると。 いうのを打ち出した抗議文を出しました、えー、ミヤネ屋についてもその、うん、偏っているというような BPO に訴えるぞというような話をしたわけでありますそれが先週までのこと週刊文春の側としましては私はこの段階で録音データっていうのが出てくんのかなと思ったんですが、えー、今のところ 今日の記事の中で録音データという記述はございませんただ録音そのものがないのかあるいはまだ出せないということなのかしかし出しましたのが田代弁護士に脅迫まがいのことを言われたという A 子さんの相談相手であった X 氏であります実名が出ております 私と同い年でありました63歳、参総合法律事務所の中村信夫弁護士ということが分かりました。X 氏から実名でこんなことがありましたということを、まあ、先週の「週刊文春」側の記事に基本、っ取っているわけでありますけれども、それ以上の情報が当然出ております。 1990年、司法試験に合格をいたしまして、検事に任官をいたしました。その後、まだ経験の浅い中で、東京地検特捜部に配属をされております。ということは、まあ、もちろん司法試験通るわけですから、頭はすごくいいわけですし、その中から検察へおいでと、君ならやっていけるぞという、まあ、検察にはまた、検察のいろんな問題はありますけれども、 そうやって目をつけられて検事になって、しかも若くして東京地検特捜部に配属をされました。で、その5年後輩が田代弁護士なんだそうであります。 今日はちょっと時間ありませんので、2人の関係性とかについてはちょっとすっ飛ばしますが、まあ言ったって、同期1人2人というわけではございませんので、5つ下で、まあ顔は知ってたり、会ったことはあったり、まあ裁判で、えー、すれ違うことはあったとしてもですね、まあまあどこまで、どこまで先輩後輩という関係なのかっていうと、それはまあワンノブゼムの話なんでしょうけれど、で、3年前に実は、 この中村弁護士は A 子さんから松本人志さんからの性被害についての相談を受けていたそうであります。ですからこの「週刊文春」が嗅ぎつけて去年の年末まあバタバタとする中でですね本人に直撃をし「さあ」ということで完売になったあのあのもっともっと前からその2年半ほど前。 3年前からですね、英子さんからは話を聞いていたのだそうであります。で、こと細かく覚えてはりますし、X さんこと中村信夫弁護士はですね、英子さんの言ってることが本当のことだろうというふうに思っていはったわけであります。で、今回、いくつかのポイントがございましたが、一つは先週の 週刊文春の話の中でですね、田代弁護士が先輩である中村信夫弁護士のところへ行きまして、で、まあ、金ならいくらでも出しますと、5000万でも1億でも出しますので、英子さんに出廷しないように話をしてくれませんか、というふうに言いましたと。まだ、 初公判が開かれていない段階ですが、英子さんは、数多くの女性の名前が挙がっておりましたけれども、その中でも、出庭して、で、ちゃんと話をしますと、えー、それは週刊文春だけではなくて、朝日新聞の取材でも答えてありましたね、えー、なんか誰かにずっと見られてるような感じがすると、手元にナイフ、あるいは包丁、そういったものを持っておかないと恐ろしいんだっていうようなことも言ってはりました。 その英子さんから3年前から相談を受けていました中村弁護士のもとに2月の29日2月29日に田代さんが来たんだそうですまあそもそも対立する構造の中でですね英子さんの相談相手になっている中村弁護士のもとを田代さんが尋ねるっていうのは 法廷で会うわけではありませんので、まあ、そもそもおかしな話なんですが、田代さんの方は妨害工作はないんだというふうに言っているんですが、えー、先週号にも、そして今週号にも書かれているように、5000万でも1億でも金なら出すんで、英子さんに出廷しないように言ってもらえませんかという妨害工作をしようとしました。しかし、それはきっぱり断られました。そうすると、 先週号の記事によりますと立ち上がった田代弁護士は出口に向かおうとしたときに「実はこういう情報がありましてね」と言っていったわけですね。それはなぜかというと英子さんと先輩中村さん、まあ、先週号では X とされていましたが X さん 不倫してはるんでしょう。そんな情報があって週刊誌が動いていますよと。私ならその記事を止めることができるんですけどね。と言いました。中村弁護士、X さんの側はそんなことはいささかもありませんと。それを拒否いたしました。で、それについて、まあ通常ですね。通常。 こんな対立構造にあるところに金の話もして持っていった人間が最後に捨てゼリフのようにあのー、先輩 A 子さんと不倫してるんでしょうそのことを記事に書く言うて週刊誌が嗅ぎ回ってますよ私に言ってもらったらそれ止められるんですけどねっていうのはまあ安本の刑事ドラマで出てくるストーリーですよねうん でそれをいやいや、5年先輩の先輩にそんな噂が出ているということをちゃんとお伝えしておいた方がいいんじゃないかなという、仏心でそれを出したんですっていうのが田代弁護士側の反論なわけですね。まあ、正直言うて、そのまっちゃんのお笑いがどうやとか、いろんな吉本がどうやとか、そんな話、は一旦横へ置いといて、今、この、そのやり取りだけに、 スポットは当てたとしたら、そらないやろっちゅう話ですわね。<laughs> そら、そらないやろうと。まあ、後の方で書いてあります。お前の家に火つけてやる。もちろんそれ脅迫です。火の元には気をつけといた方がええんちゃいますか。これ脅迫になりますよね。ええ。お宅の娘さん、 中学受験で塾通ってはるらしいですね。夜も遅いのに、心配でしょうね。いや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 、なんか変な事件もあったりしてるんで。これ、どう考えたって脅迫ですよね。え、ね、え、まあ、これも、これもまあまあ安物の薬剤が出てくるのかもしれませんけれどもですよ。うん。 でまあ、それを断り張りました。うん、で、まあ、その後、先週後の記事によりますと、女性週刊誌の元編集長という人間がもう記事になったもの、X さん、あの中村さんの家に、家のおマンションの下のところに、A 子さんが来てはってっていう写真、これを撮った。うん、で、不倫しているという記事がもう出てきてたっていうんですね。 ちょっと待ってください。すみません。ちょっと待ってくださいね。もしもし。あすみませんな。何度もすみません。 はいえー、大変失礼いたしました、えー。大事なところで申し訳ございません。えー、っと、ちょっと大事な電話だったんで失礼いたしました。えっと、ど,でどこまでお話をしましたかね。えー、その、まあ、2月29日に、田代弁護士が中村弁護士のところへ来たんだというお話と、その後、女性週刊誌の元編集長っていうのが来たという、そういうことですね。で うんともう一つ、その、尾行について、尾行についてはですね、今日の週刊文春電子版は、あの、出た二日間だけではないですよ、と。松本人さん側は、田代弁護士からの提案で、英子さんは誰かわからへんと、英子さん誰かわからへんねんから、こういう匿名の封書が来たんで、この人かもしれない。じゃあ、 探偵者使って尾行するんですがどうしましょうかと松本さんに言ってでまっちゃんは「じゃあお願いします」と言った、えー、クライアントである松本人志も,も認めた上でやったんだというふうに言っているんですけれどもでまあその細かな、えー、ただただ尾行をしてその行動確認をしているだけじゃなくって もう尾行しているっていうことがもう分かること自体が脅しになっているという理解を私も A 子さんと同じようにします。A、不審なナンバーの車が外にいたりという話ですね。レンズがこちらに向けられていたりっていう。で、まあ、そのことについてもうん。 えー、田代弁護士の側は分からないんだから分からないんだから分からないとどうしていいか分からないからだから調べてたんだっていうんですけどまあ今日の記事に書いてありますがスピードワゴン小沢さんの話が最初だったでしょで A 子さんが、まあ、その性被害に遭った後ありがとうございましたという LINE を送っているとで、まあ、これもなぜ警察へ届けへんかったんやとかっていうことをいまだに言うバカがいるんですが まっちゃんファンの側にはそれをいまだになぜ警察へ行かへんかったんやって言うんですがそれは性加害を受けた人が被害にあった人がそれがでなかなかできないんだとあるいは警察へ持ってったってちゃんとやってくれないんだということがこれほど言われててもいまだに言ってるそんなバカがいるわけですけれどえ彼女はですねそののまああの 中村さんに相談をずっとしてたんですけど尾行をされてで、えー、いやそれはもう普通に誰か分からへんからやって言ってるんですけどスピードワゴンの小沢さんとのやり取りがは2人の話なんで英子さんはそんな自分にまあある意味不利にもなってしまう、まあ、そらあの性加害を受けた。 被害者の側としてはついついそういうことをやってしまうありがとうございましたと言ってしまうこともまあまああるんだと我々は認識しておりますけれども私はそう認識していますけれどもそこを突っ込む人はまあいるわけですがということは A 子さんとスピードワゴン小沢さんしか知らないことが、えー、漏れてるととうとう出たねって言ったっていうことはスピードワゴン小沢さんから 当 A 子さんはこの人やっていうことがもう分かってるっていう話でしょ当たり前の話なんですが、A 子さんはこの人だって分かってる話なんで、でスピードワゴン・オザワさんと松本人志さん側がつながってないはずはないんで、ということはもう最初の段階から、スピードワゴン・オザワさんがあの LINE を出したっていうことは、A 子さんが誰であるのかっていうことは、松本人志側、田代弁護士側は、当然知ってて当たり前やって言うんですね。まあ、それはそうですわな。そそらそうですわな うん、で、まあまあ恐ろしいと、えー。ナイフとか包丁とか、まあちょっと若干その記事によって表記は違いましたけど、そういうものを手元に置いてないと怖いんだっていう話がありました。で、今回尾行してて、いやいや、ホテル行ってなんかちょめちょめしてたんちゃいますのんとか、なんか楽しく暮らしてはりますやんっていう、まあそういう印象で、えー、まあその押さえつけようと尾行で、うん、あの、 圧力をかけようというだけじゃなくってあ,んあいつ A、えー、子こんな被害でもう包丁を手元に置いてへんかったら怖いって言うときながら街出て遊んどるでって彼氏となんかしとるでっていうことを言うわけですよね。でもそのまあま当たり前の話でありましてじゃあまあ別に松本磯さんは勝手に自分で。 禁慎というか、底辺ということをしはったんですが、被害によって何年も経ってる人間が、ずっと家の中で三角座りして、ずっとおるかっちゅう話なんで、当たり前の話ですよね。たまに、そうって、まあ、気の許す人、仲のいい人と、そういう時間を持ってたところで、実に当たり前の話なんですが、家に閉じこもってばかりでは気が見えると思い、エステやサウナで気を紛らわそうと、セキュリティが万全なホテルに出かけました。 私にとっては気晴らしで療養という明確な目的がありました。田代弁護士、私のようなナイフを置いておかなきゃ眠れない人、ずっと家にこもっているのが当たり前というのでしょうか。その日、宿泊者以外立ち入り禁止のフロアに探偵が侵入し、私の部屋の前まで来ていたことを知り、パニックになりました。こんな絶望的な恐怖を与えておきながら、なぜ田代弁護士は、えそう思いません。ええ。どうこうしてない、いえいえ。だって、接触してるわけじゃないですからね。 ナイフを枕元に置いておきなかない眠れない人が、なぜ一人でホテル行って、一人で食事して、一人で宿泊して帰ってくるのか、用事があったらともかくですよ、っていうのが、まっちゃんが私の側の言ってることなんですね。っていうような話を、まあルル、実名で、中村弁護士が言ってはります。それ以外にですね、英子さん以外の 女性からもですねえー。a 子さん頑張れとうんいう風うに言っている声があります。ということであります、まあ。まっちゃんがこのタイミングで先週号出てしまって、久しぶりに出てしまって、抹、ま、茶の側としたら不利になるような話が出てきた。それに対してまあ、反論もした。ミヤネ屋もいやも抗議もしたまあ。あ 田代弁護士側が動いてはいるんですけれども、まあ、自分も尾行することを認めたということを味方である田代弁護士の側から漏らされてしまっているという現状でもう自由な権利なんだからツイッターやったって X やったってかもへんよねって言ってまあまあいいんですよ仲間内ででもまあ仲間内でやるんやったらみんなが見られる、えー、ツイッター X でやるより芸人さんの仲間の LINE グループ LINE でやりはった方がいいんじゃないかなとは、まあ、まあ余計なお世話ですけど思いますがはいというまあまあその録音案こそ出てはきませんでしたけどこの録音のことについてないというのは今日の記事に書いてへんということが録音がそもそも存在しないということを意味するのかあるけれども「週刊文春」としては とうとう出たねと言わせるためにタイミングを計っているのか僕はまあ文藝春秋週刊文春のやり方からするとそっちじゃないかなと思いますけどねええ文春の調査能力ってやっぱり取材力ってすごいですから木原事件の話を聞いててもおおそれはそれはもうね警視庁の佐藤誠さんが舌を巻くぐらいのことなので。 取、まあ、ってないとは思えないですけど、まあ今日の紙面の中では、それはなかったということですね。はい、すいません、ちょっと途中、大事な電話がかかってきてしまいましたので、えー、ちょっとあの無音のところがあって恐縮でございましたアーカイブの方は飛ばしていただければいいんですけど、まあ、そのように表記しようと思いますが、生配信でご覧の方は、ちょっと視聴者ほったらかしの時間を作ってしまいましたことをお詫び申し上げます。 えー、現在、668億人の方にご覧いただきました、いいねが143、ポチッといいねをしていただければと思います、大谷さんのホームランはすいません、どうでも今いいです、えーはい、そういうことで場を荒らさないでいただきたいです。で、長官チェックといたしましては、私はまあ基本、分身も間違いを犯すことはありますが、 木原事件をきっかけに、あるいはジャニーズ事件をきっかけに、えー、週刊文春というものを非常にいい信頼しております。私はね。私は。えー、なので、今回の報道もですね、さすが文春だと思って書いております。あの、言っております。ただ、まあ、他のメディアがどうしはんのか、文春がどうしはんのかわからないですが、私は、 松本さんがこう言ってる田村健一さんがこう言ってるスピードワゴン・オーザーさんがこう言ってる,ってるあるいはクロスバー直撃・渡辺さんがこう言っている他の紙面がこういうことを書いているっていうのも、まあ、ずるいと言われるでしょうがそれはそれであこういう言い方をしてありますこれはどうかなあなるほどそこはまあそうやなっていうことについてはこれからも随時お伝えをしていきます。 別にまあどっちに1票を加えるかということを、まあ、あの投じるかということをまあ今、ここで言う必要もないんですが、私は週刊文春というのはやっぱりすごい、すごいもんやなと。だからぜひ皆さん、電子版入っていただいて、紙面も買っていただいたらなというふうに思っておりますし、ええ。で、まあ、一方、まあ、逆の情報も出たらお伝えはいたします。それが、まあ、長官チェッカーとしての私の立場でございます。 以上です、えー、すいません、えー、この時間は速報でお伝えをいたしました「週刊文春」電子版。松本人志弁護士、田代弁護士の反論に対して、さらに大きな反論が週刊文春側から出てきました。それは先週号まで X さんとされておりました中村信夫弁護士。 東京地検特捜部を経験をし田代弁護士の5つ年上5期,5期先輩という方が名前を出してでも話をしましょうというところまでをお伝えいたしましたでは、えー、この辺で失礼をいたしますご清聴誠にありがとうございましたでは失礼いたします